昼前のいぶりがっこ。ちょっとすいません、本当に匂いがちょっとわかると思う。本当ですか？今日線香炊いたんですけど、それだから線香、はい、その奥に多分ゲロの匂いですね。2回ほどコラボというか、はい、そうですね、はい、収益80万が入ってんじゃないかな。本当ですか？あざすあざすじゃないですか。何らかの還元をお願いしますよ。それが今日ですよ。全然どういうことですか？はい。ちゃんとやる。チャンネル登録よろしくお願いします。マジでおもてなししたいなと思いまして。怪物旅館オープンということで、おかみになるってことやろ、怪物が今日。あ、そうでございます。はい、お風呂と料理をもてなしたいな。めっちゃええよ。そう、いや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 、そのちょっとちょっと何汚いかな。大丈夫ですよね。遠くで見てるから汚く見えるんです。近くで見たら。やば。ちょっとなんて、なんか何そんなに嫌がってんの。そうですね。ちょっとおもてなすって言ってんのね、うん、なんか。勝つで勝ってるだけよ、そっちの。これが今の日本ですか。伊勢海老と茶碗蒸し行こうかな、うん。海鮮なんて綺麗に作っても美味しくないですからね。全席に私がおんで。焼きモース。焼きモース。焼きモース。昔のね、言葉を使いつつ。違う。パンダだけじゃない。そうなんこれ。これ、伊勢海老です。歌舞伎町のネズミ捕まえてきました。すごく正しい例えだとは思います。癒されないな、全然。もうちょっと優しめにしてほしいな。あ、本当です。2人とも。あとは待つだけ。あとはもう待つだけ。もうちょっと焦げ臭いでいける。なんで？いや確かにちょっと待って。何が？ちょっとやばいやばい。なんでこんな焦げ臭い？お願い洗って。え？洗います。うん、ごめんごめん。なんでことごとく限界まで凍らしてんの？海鮮茶碗蒸し。いやちょっといいでしょ。俺も気まずいんだけどさ、正直。そうですね。そうでございます。で、鶏肉をやるみたいな、つまみのカセット持ってんのかな、思ったけど本当にそのぐらいのサイズで。そうですね。じゃあ、待機。はい。あ、待機。じゃあ、待ち時間で。あ、お風呂行きます。すごいな、おもてなしが。優しい人間になってきたんやな。ちょっとすみません、僕勝手にちょっとグッときちゃってて。変です、うん、人の体の疲れとか考えられる人なんやなと思って。あ、いやいや別に宇宙に加速してますけど。怪物くんとちゃんと向き合ってなかったのは俺の方やったんかもな。いや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 、ごめんなさい、ちょっとなんかしんみりしちゃったかな。まったく全く裸とか見られたくない。あ、そうなんや。パイパンなんですよ。めっちゃ大きいっすよ。確かに。でかっ。黒。昼前のいぶりがっこ。ぬるぬるします。そういう効能なんかな。はい、効能じゃないか。粉入れてないんだな。なんで俺のスキンケアに効果が出るんですか。何が旅館なんですか。もう本当にちょっとおしっこしていいですか。そうめちゃくちゃ手におしっこかかってんじゃん。入っちゃっていいですか。いやいやいや気持ちいいですね。めっちゃいいですね。気もするけど。あ、くそ。何を伝えたい。めちゃくちゃおしっここぼれてるよ。あ、本当だ、やばいやばい。いやだ。責任取るんで大丈夫。何の責任。責任感あるな。もう一回言いますか。いや、怖い怖い怖い、なんもなんも。あるありすぎてもう何も言ってない、さっきから。乾杯します。お酒をね。はい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 。まあそれフローでやるもんやけどな。そうそうそうね、いずれ浮かべる。いや最高やな、マジで。どうだろうな。あ、ゴミだらけよな。いや、もう無理ですよ。ちょっと待ってね。うん。今行くから。口ついたから嫌だったんだよね。ここ食べてほしいの。うん、おいしい、おいしい、同じだ、別に。おいしい。
味噌が一番前で味噌は食えないかもしれないな。結構食ってますよみんな。あ、進むし。あ、進むし。うん。いけた？あ、いけた。あ、いけてる？もうまんまチャーハンしてる。ちょっと。あ、なんか怪しいわ。入れない入れない。これもう。いや、卵焼きだなこれ。藤原さん、卵焼きをそんな顔して食べる人なんですか？なんなら見てますもん、普通の。普通に美味しい。美味しい。本当でこれ？おお。やめてもらいますよ。金玉みたいな。なんでそうなんですか？さっき目の前で見てるから、リアル金玉。ちょうどこんぐらいのサイズも。布団吹き出すんで。やばー、これ。汚れ。そう、寝そべっていただいて。これ、気を拾ってきたわけじゃないよな。いや、拾ってたわけじゃないですか。くっそ、これ藤原さん、気をつけした方がいいんじゃないですか。いつ洗ったか忘れちゃったな。旅館の布団ってそんなもんや。そんなもん、いや、ダメじゃないです。いや、教えた方がいいですか。あ、いいえ。あ、ここちょっとそこ、肩が慣れすぎるかもしれない。すいません、すいません。もう AV やん。チャンネル登録よろしくお願いします。マジで。